お元気ですか、僕ヒルです。今回はですね、直筆サインカード総集編という形でね、お送りしたいと思います。で、第1弾は、ファイターズの直筆サインカードでございます。これ過去にもね、あげていますけど、さらにね、増えましたのでね、一挙ご紹介したいと思います。では、いたしたいと思います。これね、紹介でございます。こちらがね、ターメル・スレッジ選手でございます。確かクライマックスの時なんかはね、逆転満塁サヨナラホームランを打ってね、スレッジ選手がね、すごい興奮したのを私は覚えております。とね、こんな感じでございます。で、右側にのはガンちゃんでございます。次行きたいと思います。で、高梨選手、今、ヤクルトにね、移りましたけどね。はい。で、今もね、引退した選手や、で、他球団に移籍した選手もございますのでね、ご了承ください。横尾選手はね、今はね、楽天の方に移っております。で、今はこれね、杉谷選手は現在引退してね、YouTuber で、活躍しております。で、中田選手ね、今巨人にいらっしゃいます。で、たまたまね、同じ選手のカードが当たってしまいました。黒羽選手もね、懐かしい選手でございます。はい。あ、クモン選手はね、現在西武ライオンズにね、在籍しております。太田健吾選手、今ヤクルトの方に、ね、在籍しております。これマスコットもね、実はあるんですよね。で、こちらの方にね、杉谷元選手も在籍しております。で、中島選手に、ね、引退しました金子千尋選手でございます。で、これね、西川選手は今楽天の方にね、で、在籍しております。ここまでね、私もね、ファイターだけでもね、こんなに集めたなと思ってね、自分自身にね、感心しております。はい。で、実はこれでね、終わりました。で、まだね、これで終わりじゃないんですよ。次に2冊目に行きたいと思います。はい、次に2冊目いきたいと思います。はい、こういったね、すごい派手な直筆サインカードもね、用意しております。片岡選手ね、懐かしい選手でございます。今 YouTuber でね、やっておりますね、今ね。はい、こういうふうに助っ人外国人選手もね、あるんですよね。はい。はい。で、現在はね、中日に移籍しました宇佐美選手も、ちゃんとございます。
こっちのね、確かね、高浜選手だね。高浜選手はね、阪神の方にね、在籍しております。万波選手はね、これ大当たりな選手だと思います。で、こっちからね、最近で、これ最新版でございますけどね。はい。で、最後はこれ、ジェイソン・ボッツ選手でございまして、ユニフォームは違いますけどね、かつてね、日本ハムファイターズにもね、在籍してたことがございます。のでね、このファイターズのファイルに入れときました。で、まだね、あとはみんなカラーでございます。はい。以上でございます。またね、どんどんね、増やしていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。もちろんね、ファイターズ以外の選手の直筆サインカードや、女性アスリートや、またはね、プロ野球選手以外の直筆サインカードもね、ありますのでね、もしね、こういった時間があればね、またこういった開封動画出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。